米本田中なので。まあ言いにくい米田なんですかね。まあしっかり結果を出して周りに呼んでいただけるように2人で頑張っていきたいと思います。サービスから強烈なスマッシュ部分、見舞ったのは米本小春、高い角度からの166センチ。私は22歳から約8年間北斗銀行でプレーをさせていただきました。バドミントンを終えるときに思うことは、本当にバドミントンを通してたくさんの方と出会う中で、本当に人に恵まれてここまでバドミントンを続けてこれたと思っています。22歳でパナソニックから北斗銀行へ移籍して、バドミントンをする環境がなくなってしまった時に、斉藤会長をはじめ本当にたくさんの方に支えていただき、もう一度バドミントンをする場所をいただき、こうして最高のパートナーとスタッフ、そして銀行の方々、地域の方々に支えられて、嬉しい時も悲しい時も苦しい時も一緒に歩んでこれたと思っています。3歳の頃から始めたバドミントンを選手として終える場所が秋田県で本当に良かったと思いますし、ここで、バドミントンを通して出会った方々、そして学んだことを、選手を引退しても一つでも多く次のステージで生かしていけるようにまた進んでいきたいと思います。4月からは依頼をいただければ講習会や強化練習会など、大会があれば解説などを通してバドミントンの普及発展につながるように恩返しをしていけたらなと思います。まずは無理のない範囲での活動を考えていて、拠点は県外へと移すことになります。今までバドミントンでたくさんの方にサポートしていただき、いただいた愛をこれから一つずつ少しずつまたバドミントンに恩返しをしていけるようにまた進んでいきますいきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。本日はごめんしちゃった本日はお忙しい中、私たちのために時間を作っていただきありがとうございます。明日の試合をもちまして私たちは引退させていただくこととなりました。私も小春先輩と一緒で、この最後引退するときにやっぱり一番に思い浮かぶのは銀行の方であったり、秋田県の皆さんであったり、家族であったり、指導者であったり、たくさんの方に恵まれてここまで私たちは来ることができたと思っています。やっぱりその方たちのおかげでこうやって自分たちも世界を経験することができましたし、知らない世界だったり自分の力だけでは見えない世界もこうやって見させていただくことができて、本当に秋田県に来てよかったなと思っています。今後私はバドミントン部スタッフのコーチ兼マネージャーとしてチームの後輩だったりチームに貢献していければいいなと思っています。競技を外から見る中で選手に戻りたくなったら会社側からはいつでも戻ってきていいという席を用意していただいているので、今後のことは決めつけずにサポートをメインに頑張っていきたいと思います。当校からの説明
明は以上でございます。それでは相続犯の皆様よりご質問を受けたいと思います。ご質問がある方は挙手の上会社名と名前をいただいた上でご質問をお願いします。はじめに管理者様よりお願いいたします。日垣新報の加藤と言います。現役生活お疲れ様でした。最初にお二方にお伺いします。引退を決めたタイミングを、それぞれ根本選手から教えていただければと思います。はい、ここというタイミングはないんですが、復帰戦であったり大会が延期中止となる中で、自分たちがどの大会どのステージ目指す先をどこかと考えたときに、12月末の全日本総合が、行われるかっていうのは、夏の時点でも決まってはいなかったんですが、昨年1年はその全日本総合に向けてしっかり準備していこうというふうに2人で話をしていて、選手を続けていく選択肢もある中で、12月の全日本総合に向けて気持ちの整理を2人でしていって話を決めました。田中選手も、はい、私も同じで、去年の全日本総合が最後の集大成という思いでやらせていただいたので、その中で去年1年間はしっかり話をさせパートナーとさせていただいて引退を決めました。ありがとうございます。お二人でも話し合った末での今回の引退という決定という話でしたが、今この場に立って改めて何かバドミントンのことでも悔いが残っているとか、そういった思いはありますでしょうか。それを聞いたらお願いします。はい、悔いは本当になくて、本当に人に恵まれて30歳まで大好きなバドミントンに打ち込むことができて、本当に感謝の気持ちで今はいっぱいです。はい、私も悔いは全然なくて、やっぱりこうやって最後大好きな秋田県でこうやって引退会見を開いていただけることまでところまで行けたので、私は嬉しい引退だなと思います。ABS の泉と申します。どうもお疲れ様でした。2つほど聞かせていただきたいんですが、まず1つ目はですね、ここまで6年間ペアを組んできて、引退というのは今だからお話しいただけるようなことを何かもしあればっていうのもあるんですけれども、一番お二人にとって、ペアを組んだ中で印象に残っていることですね、それから、それを印象に残っていることを、すごくいい印象を残っていること、それからちょっとなんか今だ、選手の時は喋れないけども、今だったらなんか、喋れるけどこんなこともあったなという、悪いというかそういったことがあればお二人にそれぞれ教えていただけますでしょうか。印象に残ったこと、はい、私が組んでいた6年間で印象に残っていることは、そうですね、やっぱり2019年の世界選手権でアキレス腱を断裂してしまって、私の中では田中と目指してきた目標であったり夢っていうものが白紙になって、田中にすごく辛い思いをさせて、怪我をして2ヶ月は東京でリハビリをさせていただいていたので、東京と秋田で連絡を取り合うことが多かったんですが、その中で田中は、私が復帰後も田中とペアを組んで、やっていきたい思いも伝えましたし、その中で私はちょっと怪我をしてすごく申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけど、私の夢に付き合ってくれて感謝しかないですっていう言葉をもらった時に、本当にどんな時も支えてもらって今の私があるなっていう思いがまた強くなった瞬間がありました。
あんまり今だから言えない悪い思い出っていうのが全然思い浮かばなくて、結構私は試合中に怪我をしたりとか、結構海外遠征に行けば作った料理を部屋中にこぼしてしまったりとか、結構ドジなことをした時にも結構男気があって、もうささっと動いて怪我ないですかって言って全部片付けてくれたり、私がアキレス腱を切った時も朝食とかを部屋まで運んでくれて、一緒にわざわざ部屋で食べてくれたり、本当にいつも私の周りを支えてくれる存在だったので、そこには本当に感謝しかないです。良かった印象とか思い出に残ってますか？はい、思い出に残ってることなんですけど、やっぱりいろんな試合をしてきての思いとかもあるんですけど、やっぱり一番思ったことは、その小春先輩がアキレス腱を切って、そうですね、その辛い思いだったり、やっぱり自分たちが思ってる気持ちだったり、やっぱり家族とかいろんな方の気持ちとかもあると思うんですけど、やっぱり一番その思いが通じ合ってるのは小春先輩であって、やっぱり2人にしか分からないところがたくさんあって、やっぱりそこをその怪我のおかげでやっぱり再確認できたこともありますし、やっぱりその怪我で自分がバドミントン好きというのが気づけたことが、すごい自分にとってはプラスになったことかなと思っています。悪い印象、あまり良くない印象。いや、何か先ほど長山選手がおっしゃったような、そういうエピソードは何か。そうですね、小春先輩は怪我が多くてそれは全然いいんですけど、あれ、バドミントンじゃない怪我もあるよなっていうところもあったので、そこははい、今となったらもうちょっと気をつけて欲しかったかなっては思います。ありがとうございます。先ほどおっしゃったのは、宇野選手は県外に拠点を置かれて、田中選手は、まあ、チームにということでしたけども、今後、まあ、そういう仲のいいなの感じがすごい伝わったんですが、今後お二人とも、まあ、どういう関係を続けていきたいなと思ってらっしゃいますでしょうか？それぞれお願いします。はい、そうですね、私たちはプライベートでも本当に何でも話をするし、相談をお互いし合ったりだったり、まあ、選手のうちは本当に同志というか運命共同体というか、本当にどんな感情も一緒に共有して歩んできた仲間ではありますけど、本当に親友っていうんですかね、それは住む場所が変わっても距離が離れても、そこは一生の縁だと思いますし、変わることはないと思います。はい、そうですね、やっぱり小春先輩も言ってたように、やっぱりすごいプライベートなことだったりバドミントンのことだったり、何かあったらいつも相談させてもらって、やっぱり自分の感覚と違う感覚を小春先輩は持っているので、そこで新しいことを吹きかけてくれたり、やっぱり自分が知らない世界などを知っているので、やっぱり今後チームに携わっていく中で絶対行き詰まることがたくさんあると思うので、そこは小春先輩に相談したりもしますし、やっぱり助けてもらいながら北斗銀行を少しでもいい方向に持っていけたらいいなと思います。最後にそれぞれ次また第二の人生という形になると思いますけども、その中の、まあ、目標であったり、やってみたいことであったり、そういうものがあればそれぞれ教えていただけますでしょうか？はい、私は選手は引退しますが、先ほどもお伝えしたんですが、強化練習会であったり講習会であったり、選手としてではない角度からバドミントンの魅力であったり楽しさを一人でも多くの方に伝えていきたいと思いますし、今までバドミントンで学んだことだったり成長できたことっていうところを一つでも多く
広めてバドミントンの普及や発展に貢献していけるように日々励んでいきたいと思います。はい、そうですね、私はチームの後輩の育成であったり、その指導だったり、マネージャーとしてのチームの貢献だったり、いろいろ新しいことに挑戦するんですけど、やっぱり一番は私がこうやって選手の時に周りの方にすごく支えてもらって、やっぱり私のためにいろいろやってもらえたので、次は自分が選手のためにやっぱりまた選手に対してのその喜びだったり悲しさとかを分け合えるぐらいのスタッフになれたらいいなと思います。お二人ともバドミントンの時にこの後時間もあるんですけど、バドミントン以外で何か例えばあったりするのに、はい、私は今個人的には料理を学んでいて、栄養学を勉強したりもしているので、実践的な料理をたくさん作れるようになって、そのバドミントンだけではなくて怪我をしないための体に必要な食事のことであったり、そういうことも伝えられるところもあると思うので、そういう勉強を重ねていきながら、バドミントンと同じようにその大切さも伝えていきたいなと思います。はい、私はバドミントン中心で今までやってきたので、あまりそういうことはちょっと考えてなかったんですけど、佐々木監督のおすすめなどで最近高層浴なども行っているので、そういうのも少しずつ幅を広げながら楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございました。何かそうですね、なんか明日への上に向けて握手するかもしれない。そんなことしないですか。違う。あ、それでいいですか。はい。さあ、また向けて、そうですね。